ケンケン先生は大谷翔平選手の奥さんは誰がいいと思いますかという質問が来ていたのですが、僕のおすすめは最強の遺伝子を残すべく、やはりですかね。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、七種ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。今日は女子アナとの結婚について語っていきましょう。というのも、女子アナについて問い合わせが続いたからです。まず一つ目は、僕がアップした大谷翔平選手の感想学動画なんですが、僕はクズ女に引っかからないように気をつけてとしか語っていないんですが、そちらの動画のコメント欄や質問フォームマカロンには、大谷くん女子アナとの結婚だけはやめてという声が溢れました。そしてさらに数日後、ミトちゃんこと三浦麻美アナウンサーが俳優の中村智也さんとの結婚がニュースに流れましたので、三浦アナへの感想学リクエストが山ほど来ました。マカロンを読ませていただきましょう。たくさん来ていた中から一通をピックアップさせていただいてます。大ショックです。大ファンの俳優中村智也さん36歳と日本テレビのアナウンサー三浦麻美さん35歳が結婚。女子アナと結婚して幸せになった事例はどれくらいありますか？野球選手が多いようですが、女子アナはタレント、女優への登竜門に思えて仕方ありません。成功されている方もおられます。はい、というものですね。質問者の方、他にも同じ内容のマカロンをくださった方、ありがとうございます。三浦アナウンサーの感想学はもう散々な結果になるのは目に見えていますから、結婚に水を差したくないので、僕からのお祝いとしてやらないという選択肢を取らせていただきます。多分世間の方が考えているイメージとは大幅に違うでしょうし、その場合なぜか自分の鑑識眼を盲信した人からアンチコメントが来るのでうざいんですよね。あなたは今まで1万人以上の面相や所作を研究してきたのかと突っ込みたくなりますから。ですから今日は先ほどのマカロンや大谷選手の動画のコメ欄にあった女子アナとの結婚について話させていただきます。それでは本日の項目です。項目1、女子アナのイメージは合っているのか。項目2、女子アナと結婚した有名人。項目3、女子アナになるまで。項目4、クズ女 100% の職業は、の4項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、女子アナのイメージは合っているのかです。まあ女子アナといってもジッパ人からげ、全員同じにするのはできないんですけどね。無論中には皆様のイメージからかけ離れた人もいるでしょうから、むしろとある時期まではそんなに心象が悪くなかったような気がします。昔を思い出してみますと、こんな風な状況にしてしまったのはおそらくはフジテレビが発端ではないですかね。現在女子アナというと世間の人はどんな風に捉えているのでしょうか。それに対して面白い記事がありましたので読ませていただきます。各大学のミスキャンパスやアイドルからの転身もあるなど、今や芸能人よりも憧れの職業となった女子アナ。情報番組やスポーツ番組のみならず、バラエティ番組での活躍も目立ち、さらに彼女たちの恋愛、結婚が毎週のようにメディアを賑わせています。しかし一方で、チヤホヤされてタレント気取り、プロ野球選手や経営者との結婚で玉の輿狙い、お金に欲深くフリーになりたがる、などのネガティブな声も少なくありません。一体何が正しくて何が間違っているのでしょうか。真っ先に挙げておきたいのは、女子アナは撮影現場の花、局内のアイドルというイメージ。確かに明るさや清楚などを求められる女子アナにはそんなイメージがありますが、現実はもっとシビアらしいのです。20代後半の女性アナウンサーは他部署と比べても社内での立場は低い方だと思います。私たちは会社員ですし、情報番組でもバラエティ番組でも基本的に求められたことをやるという形なので、と語っています。ご存知の人も多いように、女子アナのほとんどはテレビ局の社員です。そのため番組出演する有名人の立ち位置であるにもかかわらず、社内での立場は他部署の社員と変わりませんし、本人たちはむしろ低いと感じることもあるようです。もともとテレビ局は誰が異動させられた、彼は幹部候補だからなどの噂が飛び交う巨大企業です。社歴以上に目立ってしまう分、女子アナはそんな社内マウンティングに組み込まれやすく、男性社員たちが自分の力を示すためのターゲットにされてしまうのです。そのため撮影現場でチヤホヤされることはあまりないですし、彼女たちもタレント扱いされることを望んでいません。正直に言っていいですか、タレント気取りと言われるのが一番嫌ですね。私も同期の女子アナウンサーも全くそんな気持ちはないですし、週刊誌やネットがそのように扱っているだけですから、と20代後半の女性アナは語っています。男性アナウンサーも、僕たち男性アナウンサーでは週刊誌の記事にはなりませんから、その意味で女性アナウンサーはタレントなのかもしれません。だからかわいそうだな、とちょっと引いた目で見ています、と話しています。つまり女子アナは撮影現場の花、局アナのアイドルもタレント気取りも、そのほとんどは視聴者のイメージに過ぎないということです。むしろ社員と視聴者の両方からプロの技術を要求される反面、ちょっと可愛いだけ、若いうちだけ、などと軽く見られがちな辛い立場のようです。
あるベテラン女性アナウンサーは、美しさや若さだけなら毎年新人が入ってきますよね。だから結局重要なのはアナウンス技術と人間性ですし、浮かれている人なんていないと思いますよ、と語っています。二つ目の誤解は、女子アナはプロ野球選手や経営者との結婚を狙っているとよく言われます。いわゆる玉の輿狙いのイメージですが、二人の女子アナがこの噂を真っ向否定しています。スポーツ選手や経営者との結婚は浮き沈みがありますし、モテるから浮気の心配もあって大変だと思います。それより普通に仕事をして、家庭や私の仕事も大事にしてくれる人の方がいいですね。大学時代、スクールで仲良くなった他局の同期アナウンサーも同じことも言っています。もう一人も、最近は早く結婚したいと言っている女性アナウンサーの方が多いくらいなんですよ。20代で結婚して順調に出産した先輩を見ているからですし、女子アナという目でさらされなくなるというメリットもあります。だから落ち着いた新婚生活を送るためには普通の会社員がいいよね、という話をしています。確かに昔に比べますと野球選手との結婚は減っているかもしれませんね。とにかく目の敵にされがちな女子アナですが、ごく一部の例やパターンがその印象付けをされていることが多い気もしますね。これは女子アナだけの話ではなく、他のことでもありがちです。以前動画でも解説したと思うんですが、アンコンシャスバイアスの一種だと思われます。アンコンシャスバイアスとは、無意識の思い込み、偏見、決めつけと訳され、誰かと話すとき、接するときに、これまでに経験したことや見聞きしたことに照らし合わせて、この人は〇〇だからこうだろう、普通〇〇だからこうだろうというように、あらゆるものを自分なりに解釈するという脳の機能によって引き起こされるものです。血液型が丸型だからこんな性格だとかですね。ですので、この項目の冒頭で話しましたように、女子アナだからこうと全ての人に当てはまらない、どころかむしろ多くの人に当てはまらず、悪いイメージを作っているのはごく少数の女性アナウンサーかもしれません。実際以前、プロ野球クズワングランプリの動画をこのチャンネルでアップしました。僕がわざわざ選んだわけではないのですが、女性問題や暴力問題などトラブルのあった野球選手の球団がなぜかとある球団1チームに集結していました。ということは、プロ野球選手が女性に対して横柄だ、ファッションセンスがチンピラみたいだというのも、一部のインパクトがある選手がそう印象づけているだけで、多くの人には当てはまっていないのかもしれませんね。それでは次の項目です。項目に、女子アナと結婚した有名人です。では実際に結婚した方たちはどうなっているのかを確認してみましょう。全項目でも話しましたが、僕はもっともっとクズ女しかいない職業を知っていますので、女子アナイコール悪とは思っていませんが、一件面白いマカロンが届いていましたので紹介しておきます。ケンケン先生、いつも配信お疲れ様です。昔テレビでズバリンが女子アナに、あんたの背中には蛇がついている、これから毎日お風呂に入る前に水で体を清めれば取れると言ってました。私は風邪ひきそうって当時思いましたが、効果はあるんでしょうか。実際その女子アナは水浴びをサボってて怒られてました。細木和子氏は、相変わらず言っている内容が適当すぎるんですが、蛇がついているって悪いイメージですよね。テレビで女子アナイコール悪いという印象付けをして、視聴者の同調を得ようとしていたのでしょう。誰だか知りませんが、この女性アナウンサーかわいそうですよね。ちなみに背中には蛇も虎もニャンコもつきませんし、水風呂慣れていないのにやると大変なんで、変なオカルトはやめてほしいですね。では行きましょう。まずは、鳴島沙穂アナ、前田健太選手です。鳴島沙穂アナは、もともと東海テレビアナウンサーですね。そして前健選手は、元広島東洋カープ、現ミネソタツインズの野球選手です。2012年1月1日に結婚して、12月9日に結婚披露宴を行っています。2013年6月19日に結婚発表、同年9月12日には第一子の女の子が誕生していますし、現在もまだ婚姻関係は続いています。次、栗原ゆかアナ、岡島秀樹選手です。栗原ゆかアナは元フリーアナウンサーで、岡島秀樹選手はいろいろな球団にいてましたね。岡島選手がボストンレッドソックスに移籍した時は、海外での生活も経験し、お子さんが現在4人いらっしゃいますから、こちらも今も仲良くされているのではないでしょうか。続きまして、林恵子アナ、松中信彦選手です。林恵子アナは、もともと静岡放送アナウンサーで、その後、セントホース所属のフリーアナウンサーで、松中信彦選手は、長年福岡ソフトバンクホークスで活躍した名選手です。2001年から男児を3人出産されておりますし、こちらも現在まで順風満帆のように感じます。次、陽稲千春アナ、新岡智弘選手です。陽稲千春アナは、元東日本放送 KHB アナウンサーで、新岡智弘選手は、現在は読売ジャイアンツの2軍監督を務めています。以前、新岡選手は2008年7月6日に同郷の広島県出身である山本萌奈さんと共に東京都品川区五反田のラブホテル街に出入りしていたという記事が、2008年7月10日発売の女性週刊誌女性セブンに写真付きで不倫スキャンダルとして掲載されました。山本萌奈さんも女子アナですから、こういった女性アナウンサーが女子アナの悪いイメージを作っているのではないかと思います。
この時は仁岡選手は髪を丸刈りにして、この騒動を謝罪アピールしたおかげか、現在もご夫婦は離婚されていません。次、家森幸子アナ、関川浩一選手です。家森幸子アナは日本のフリーアナウンサーで、レプロエンターテインメント所属。関川浩一選手は阪神タイガース、中日ドラゴンズ、東北楽天ゴールデンイーグルズで活躍されました。中日ドラゴンズに所属していた時に結婚し、その後2人の子供を設け、現在も特に問題なく暮らしているようです。続きまして、大橋美穂アナ、白石紀之選手です。大橋美穂アナは元テレビ東京エグゼクティブアナウンサーで、現在はフリーのアナウンサーですね。白石紀之選手は現在東京ヤクルトスワローズ2軍チーフ兼守備走塁コーチですが、こちらのご夫婦は2007年の1月1日に結婚して、2015年に離婚されています。同年に大橋アナはテレビ東京社員と再婚されています。大橋アナは昔やりすぎ工事などでよく見ていたんですが、たまたまごく最近見ると思いっきり面相が変化しててちょっと驚きました。何があったんでしょうか。このようにもちろん離婚されているご夫婦もおられます。次は亀井京子アナ、林正則選手です。亀井京子アナは元テレビ東京アナウンサーで、今は日本のフリーアナウンサー吉本興業所属です。林正則選手は元プロ野球選手投手で、現在野球解説者をしています。こちらも離婚したという話は聞いていません。次、今野浅見アナ、杉浦俊博選手です。今野浅見アナは元モーニング娘。元テレビ東京アナウンサーで、現在フリーアナウンサーです。杉本俊博選手は東京ヤクルトスワローズなどで活躍しました。今野浅見アナはカープの野村祐介選手や DeNA の三島和樹選手との交際もありましたが、結婚したのはヤクルトスワローズの杉浦俊博選手でした。こちらも現在まで離婚されていません。次は下平さやかアナ、長野久義選手です。下平さやかアナはテレビ朝日のエグゼクティブアナウンサーで、1996年から2000年までミュージックステーションのサブ司会を担当していたことでも有名です。長野久義選手は読売巨人軍の選手ですが、こちらもまだ何も悪い噂や情報は流れてきていません。続きまして、中井美穂アナ、古田敦也選手です。ここら辺が女子アナとプロ野球選手の結婚の走りでしょうか。中井美穂アナは元フジテレビアナウンサーで、現在フリーのアナウンサーです。古田敦也選手は東京ヤクルトスワローズで活躍した名キャッチャーですよね。音楽は U2 の大ファンと、なかなかのセンスの良さを見せてくれています。こちらも1995年結婚で、25年以上も結婚生活が続いていますから、相当うまくいっているご夫婦なのではないでしょうか。次、木佐彩子アナ、石井和久選手です。木佐彩子アナは元フジテレビのアナウンサーで、石井和久選手はヤクルトスワローズやロサンゼルスドジャースで活躍しました。石井選手がロサンゼルスドジャースに移籍した際には、自身の英語力を生かしてサポートを頑張っていたそうです。英語が堪能ということで、私生活でも仕事でもそれが十分に活かされていたのでしょうね。こちらも大いに良かった方の結婚ではないでしょうか。最後、福島由美子アナ、一郎選手です。最も有名な女子アナと野球選手の結婚かもしれませんね。福島由美子アナは元 TBS アナウンサーで、一郎選手は言わずと知れた日本でもメジャーリーグでもレジェンド選手です。一郎選手は奥様に感謝しているという声は何度もメディアで取り上げられていますし、こちらも最高の伴侶ではないでしょうか。はい、その他有名どころで言いますと、マスパンこと増田恵里奈アナと堂林翔太選手、大上泉アナと元木大輔選手、柴田智恵アナと松坂大輔選手などがありましたが、こちらも離婚はされておりません。多くの方のイメージよりは離婚にまで至った夫婦が少なかったのではないでしょうか。もちろんね、離婚が悪いとも言いませんし、仲が悪いながら婚姻関係を続けている夫婦もあるかもしれませんが、その詳しい内情までは僕らは知り得ませんが、そこまでめちゃくちゃひどい離婚率ではないのがお分かりいただけたかと存じます。それでは次の項目です。項目3、女子アナになるまでです。さて、全項目では女子アナの皆さん、そこまで離婚率が高くないことが分かりました。本日冒頭で読ませていただきました、女子アナと結婚して幸せになった事例はどれくらいありますか。ですが、実際のところは結構事例があるのではないでしょうか。データ数は少ないですが、僕が今まで鑑定させていただいたり、一緒にお食事をさせていただきました女性アナウンサーも、今のところ 100% まともな方でした。まあ、それもそのはずで、彼女たちが女性アナウンサーになるまでの過程を考えますと、東京のメイン局のアナウンサーですと、皆さんほぼ全員が名のある一流大学に入り、その中でもミス〇〇大学とかに選ばれてきたカーストのトップの方たちで、しかも難易度がかなり高いアナウンサーの試験に合格されています。そして、もともと家柄がいい方も多いのです。宇垣美里アナは歴史の教科書にも載っております宇垣一茂氏、犬飼剛氏という2人の政治家を先祖に持つ、由緒正しすぎる家に生まれた正真正銘の超ウルトラお嬢様でございます。
英才教育の賜物か、学業成績は完璧で、ピアノ、乗馬、着付けなどのお嬢様らしい習い事をしてきたという人物ですし、フジテレビの三田版こと三田ゆりかアナウンサーも、大正元年創業の老舗料亭と日本を代表する老舗劇場明治屋を運営する一族でして、日本の伝統を守る華麗なる一族出身の三田ゆりかさんは、かなりの財力を持っているとともに、レベルの高い英才教育を受けてきたそうです。ちなみに三田さんは西武ライオンズの金子裕二選手と付き合っていましたが、野球選手との結婚をご両親が許さなかったという話です。また日テレの朝の顔、スッキリの進行を務めます岩田恵里奈アナウンサーも、お父さんが慶応大学卒の開業医で、とってもお金持ちな上にお金のことに厳しかったらしく、お金の使い方までしっかり教育されていたことから、他のお嬢様アナたちよりマネーリテラシーが高いと思われます。このようにきっちり調べましたが、一部の悪評の原因となりましたアナウンサーさんはいるかもしれませんが、むしろほとんどの人はそうではなく、学歴や育ちもちゃんとしている方の方が多いのです。むやみやたらにアンコンシャスバイアスを理由に叩かれるのは、福山雅治さんと結婚しました吹石和恵さん、キムタクと結婚しました工藤静香さんのように、ひがみや妬みなどが入っていると思われます。それでは最後の項目です。項目4、クズ女 100% の職業は、です。もしそういう職業が存在するのならば、それはキャバ嬢インフルエンサーです。一般のキャバ嬢やホステスさんは違います。ここ間違えないでください。キャバ嬢だった上にインフルエンサーになっている人間です。こちらがなぜ 100% を誇るかというと、そういう立場になるには、半グレ、反社、ヤクザ、詐欺師、暴力団、チンピラなど、裏の人たちとやることをやってしかなれない職業だからです。かけるん、姫香などが良い例です。絶対にこれ以外なる方法は 1万%ないからです。普通のキャバ嬢はそういう人間との関わりを避けます。しかし道徳心、モラルもなく、女子アナと違って学歴や育ちも関係ありません。試験も無論ありませんからね。本来は交友関係を考えますと、表に出てはいけない人たちです。だからクズなんです。時代が今はおかしいので、そういった人間がインスタグラムや TikTok でチヤホヤされたりします。決して善の種類の人間ではないことがわかります。SNS にアップできない部分があることに気づいてください。男性の皆さんは引っかからないようにしてくださいね。僕が大谷翔平選手の動画で語ったクズ女というワードはこの人たちのことで、別に女性アナウンサーのことを僕は否定していませんから勘違いしないようにしてください。日本屈指の面相が良い有名人女性も、宇内梨沙アナウンサーですからね。日本一面相が悪い高市早苗議員の真逆を言ってます。あ、ちなみにケンケン先生は大谷翔平選手の奥さんは誰がいいと思いますか？という質問が来ていたのですが、僕のおすすめは最強の遺伝子を残すべく、ギャビ・ガルシアさんかクリスチャン・サイボーグさんを勧めたいところですが、年齢的にはやはりウクライナの超美人最強柔道家、ダリア・ビロリド選手ですかね。大谷選手からしますとほっとけよって話だと思いますが、一応3、4件この質問が来ていましたので答えさせていただきました。はい、ということで本日は女子アナとの結婚と本当にクズしかいない女性の職業を話させていただきました。本日もありがとうございました。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローもお願いします。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。